れってどうなんだろう。まとまりはあるよね。たくさん本読んだし、その通りには書けてると思う。でもな、つけてる？いや、あまりにもタイミングが良すぎてさ。まあいいや、タイミングが合うのも一つの運命ってことで。歌詞なんだけど、正直言って分かんなくなってきました。初めてのことだから最初からうまくいくなんて思ってないけどさ、自分なりにこんな感じかなって作ったものの、向き合いすぎて分かんなくなっちゃったってことだから、君ちょっと見てみて。そこかーい。字じゃなくて歌詞見て。歌詞ん？そりゃ読むよ。作詞なんて初めてだから。図書室にサクサク通っていろんな本を読んでみたよ。私らしくない？でも私なりには頑張ったんだよ。いろんな本を参考にしたし、いろんな歌も聞いてみたし。あ、私も最初は素直に書いてみたんだよ。でも書いてみたら、なんか日記っていうか子供っぽいっていうか。他のスクールアイドルの子たちの歌みたいな、ちゃんとした歌詞じゃないからダメだと思って。そのまま？そのままでいいの？私、アイ友のみんなをがっかりさせたくなくて。でもそれが間違ってた。そっか、確かにちょっといい格好しようと思っちゃったかも。でもそれじゃあ本当の私が伝わらないよね。私は私らしくドカーンと歌詞に気持ちをぶつけちゃえばいいんだ。わかった、歌詞もう一度書いてみるよ。今度は私らしく。